縄県浦添市全力応援芸人のハイビスカスパーティー千秋です。さあということで皆さんにですね、今浦添で大人気のスポット、そして大人気のスイーツを紹介したくてですね、やってまいりました。こちら港川ステイツサイドタウンストリートでございます。ここにはですね、おしゃれなお店がずらっと並んでますので、見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。いいですね、お日柄にも恵まれてあ、ほら可愛くないですか、こういう昔でいうこの外人住宅っていうんですかね、沖縄には多いんですね、この平屋の一軒家、そこをですね改装して今おしゃれなカフェだったり、この雑貨屋さんとかね、そういうのが今集まってるんですよ。観光客もそうですし、地元の方にも大人気になっております。わあ、おしゃれ、この感じもいいですよね。さあということで、今大人気のスポットに着きました。こちらです、黒糖カヌレほうき星さんです。やったー、食べたいですね。ということで早速見ていきましょう。おいしそう、いっぱいあります、見たい。いや、いっぱいある。プレーン、沖縄コーヒー、大喜味さん、緑茶、わ、すごい、干しバナナ、パイナップル、泡盛、ドラゴンフルーツ&シークワーサー、あ、人気ですかね、沖縄ミルク、ソードアウト、エラズベリー、あ、おいしそう、わ、島いちご、季節限定で、わ、いいですね。一番人気というか、これですかね、一番人気はこちらで、プレーンが人気です。あ、本当にプレーン人気ですね。あ、なるほど、うわ、美味しそう。沖縄の黒糖を使用したオリジナルカヌレとなってますね。あ、6個入り、はい、お願いしていいですか。いや、うわー、かわいいやっぱね、ベーシックが人気らしいので、いただきます。うん、おいしい、思ってた食感と全然違う。スタッフさんが言ってたんですけど、外カリカリ、中もっちり、思ってた10倍はカリカリのもちもちです。黒糖の甘みが雨の恵みと一緒でね、いいですね、美味しい。島いちごいただきたいと思います。うん、酸味がちょうどいいですね、甘酸っぱい、めっちゃ美味しい、うん、ぜひ皆さんもね、沖縄に来た際は黒糖カヌレほうき星さんにぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。全部美味しいんだよな。